はい、ですね、ちょっとセーブデータを一旦別枠に移しといて、今空にしました。なんで、ちょっと一旦ここにセーブします。まさかガイラントで、ガイラントのハイプでこんなイベントが進むとはちょっと若干思ってなかったので。ちょっと待って、回復要員の術師2人ないかな、それは若干不安ですけど。あ、ここにビッグアイも出てくるんだ。じゃあリークの方が楽ですね。育成しといてよかったわ、マジで。はい、OK です。てか次どっち行くの、若干わかんない。リープの先ですね。じゃあこいつにやって、セディは、こっち一旦行きましょう。あ、遅いか。あ、クリティカル。オッケー。順調だし、順調ですね。オッケー、オッケー。いいね、いいね、いいね、いいね。ちょっと待って、強さ、強さ。こっち見た方が早いのか。うん、リーク武器レベルマックスになりそうだな。あれ、セリ今何レベル？まだ5レベか。え ?5 レベ？あ、5レベってレベル上がってたんだっけ。次どっち？ちょっとこっち行ってみます。ここがすごい落盤になってるのか。戦闘もやってきます。お金貯める意味もあるので。出てかある。てか、リークの対戦がなんかすげえ少ないね。足払い食らったせいなのかもしれないんですけど。どっちだか。回復してくるのかな、まあいいや。え、で、あ、ここもか。こいつが邪魔。あ、やっぱ体勢がちゃんと回復してくれますもんね。オッケー、みんなが勝った。リークが断然楽だ。そういうことか。あれ、あそこ7って。どうしよう。落ち着いてください。きっとデフィリア様が助けてくださいます。祈りましょう。フィーナ、現実逃避しちゃダメだよ。仕方ない。おーい、お前ら大丈夫か。まあ、ロープを下ろしてやるからな。不要か。助かりました。ありがとうございます。ジェイ。何位でいいってことよ。俺は探検家のジェイって言うんだ。救命活動の仕事のうちを。ちょっと待って。こいつ指名手配されてなかったっけ、確か。ああ、ギルドか。うん、ジェイ。1700フィギュア。よう、無事だったか。あ、リーク、セリー君。よかった、よかったです。本当によかった。ん？そっちの人は？うん、溺れそうなところを助けてくれたんだ。そう。ところで、おっさんは落盤事故は大丈夫だったのか？落盤事故？ああ、あれか。あれは俺が爆破したんだ。なんで？ああ、マンイーターに遭遇しちまったよ。逃げるために爆破したんだよ。マンイーターですか。おう、まあ、いずれにせよ名前は良くないぜ。軍の連中ですら逃げちまったしな。面白いじゃないか。リーク。
ちょっと待って、ジェイって指名手配されてたよね、確か。気をつけてな、そういえば右の方に回復の泉があったぜ。ちょっと待って、とりあえず4人戻った、ようやく。ちょっと若干育成しつつ行きますか。ギャー、何この組み合わせ。もう、ちょっと火炎が効きそうな予感がしてきた。あんまそうだな。あー、フィーネが寝ちゃった。ちょっと待って、こいつで。あら。なかなか、厳しいね。フィーナがいないとマジ辛いんだけど、これ無限駅でスコープで倒せるんで、あれどっち倒したし、まあいいや。あーちょっと待って、これはやめてほしい。あ、しかもフィーナまだ寝てるのか。ちょっと待って、どうしよう。消毒薬2個しかないな。ちょっと待って、ディープでこいつ倒せるか。あ、聞いた、オッケー。いやー、ちょっと待って、今度アリールか。ちょっと待って、こいつ倒して無理。あー、ちょっと待ってよー。なんか音でかいんだけど、まあいいや。どうしよう、アレードをちょっと回復しよう。セリーもちょっと若干やばいけど、本当は。ちょっとこいつ一旦倒しておく。あー、ちょっと待って。アレードは、セリーを回復。これでいける？まだか。まあいいや。うわぁ、結構点入ったね。ちょっと待って、フィーナ。オッケー、ちょっと待って、回復の泉があるって言ってたんだね。どうだっけ？右の方って言ってた。これのこと、もしかして。これは嬉しいな。いや、数回戦闘やりましょう。で、ちょっと豪華一体切りたいと思います。OK。やーん。まあ、いずれも近くないとまだいいかと思います。チームもちょっと若干レベル上げとかないと、後々対応が辛くなってくるから。そんなセリーは今何も使えないだろう。OK。もうこれで行く。あれ？倒せないね。あ、うち。セリーは若干何も特徴がないから、なんか使うメリットが果たしてあるのかどうかないのかが若干わかりにくいところなんだけど。ん？あれ？あ、他にもなんかいろいろ、あ、違う違う、いろいろ使っていこうかなと思うんですけど、OK、倒せた。戦闘1分ぐらいかかっちゃうな。現在の状況だと、セリー、リークの順に上がるか。セリー、リークで、アリード、フィーナか。アリードとフィーナが大体同じぐらいで上がる感じですね。じゃあ、そうですね。一旦ここで切りたいと思います。では、インタイムプラスの実況って、おそらくパート26に入っているかもしれませんけども、以上になります。ご視聴ありがとうございました。